町の自慢、ええとこをめぐる木江をええとこ連れてってです。まあ、ただ今はコロナ禍で町の方に案内をしていただくというのも難しいので、今回は私が気になる松山のええとこにお邪魔してきました。ええとこのええ味をご紹介します。松山から今治に抜けるこの通り沿いにあるお店から伺います。外観からもおしゃれな雰囲気が漂ってますね。テイクアウトも楽しめるお店なんですが、今月から新しいサービスを始めたそうです。松山市姫原にあるソラシトコーヒー、7年ほど前にオープンした人気のカフェです。お店の中、シックで落ち着いた雰囲気ですね。席も間隔を空けてゆったりと座れるので、今の時期でも安心して過ごせそうです。コンセプトは非日常を日常に。県内で焙煎された深入り豆から生み出されるのは、実はコーヒーが苦手だったという店主をも虜にした自慢の味。豊かな香りに包まれて、ちょっぴり贅沢なひとときを味わえます。すっきり。深入りってもっと苦味があるのかと思ったんですが、すごく飲みやすいです。酸味もそんなにないですし、あっさりといただけますね。ドリンクメニューは一部を除いてテイクアウト OK です。今月から登場したのは、夏の味として定番の抹茶に自家製の黒ごまペーストを使ったクリームをたっぷり合わせた和風ロールです。ごまの風味がいいです。うわ、ふわふわの生地に、ふわふわのこの抹茶のクリーム、ほろ苦さが効いていて、プチプチとしたごまにふわふわの抹茶クリーム、手作りの濃厚な黒ごま風味の牛皮と、さまざまな食感が楽しめるのもポイントです。毎年新しいことに挑戦したいというテーマのもと、クッキーやパウンドケーキなどの焼き菓子や自宅で楽しめる自家製のシロップやドレッシングの開発にも取り組んできたソラシトコーヒー。今月から新たに始めたのが、最近よく耳にするこのサービス、サブスクリプション。定額料金で一定期間何度も使えるサービスのこと。音楽や動画配信などですっかりおなじみですよね。ソラシトコーヒーのサブスクはドリンクのみと、ドリンクとケーキのセットの2種類。利用したいメニューに応じて1月3300円から4700円で毎日1回注文できるというかなりお得サービス。店でいただくのはもちろん、テイクアウトしてお家でも楽しめます。人気店の新たな挑戦、ええ味でほっと一息ついてみませんか。ソラシトコーヒーさんから歩いて5分ほどです。ここにですね、私の好きなもの、食べたいものがあるんです。あちらのお店、上り旗が見えてますね。焼き芋です。焼き芋専門店くらいち、先月18日にオープンしたばかりのお店です。あ、もう入り口からいい匂いがしてきます。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。もう焼き芋たくさんですね。これ何種類ぐらいいつもあるんですか。だいたい今の時期で、3種類ほどになるんですけど、カンタ君とベニマサリですか、はい、とベニハルカ、はい、と、こういう3点セットですね。あ、食べ比べもできるんですね。そうです、はい。へえ、お得。毎朝市場でその日その日のさつまいもを仕入れるため、日によって並ぶ品種が異なるという焼き芋。この日のおすすめは、
今はもうこの、まあ、熟成させてる、まあ、カンタ君蜜入りのこちらがもう大変おすすめです。熟成されてるんですか。はい、この時期に味わえるのは秋から冬に収穫された後長期貯蔵されたさつまいも。冬のイメージがある焼き芋ですが、実は熟成された今こそさらに甘みが増して美味しいんだそうです。これなんかどうでしょうか。 ありがとうございます、はい、すっごいこれもう蜜が溢れ出してますね。すごいですね。もうちょっとこれすっごいねっとりが手にも伝わってきます。うーわうーわすっごい美味しそう。綺麗な色。うん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 、うん、滑らかで甘いです。もうね口の中にお芋の優しい甘みが広がりますし、食べ終わった後にも甘みが残ってるぐらい濃厚ですね。ちょっと本来はあの温度を下げてあげた方が甘みが出るんで、そういう風にしてあの販売させてもらってます。この隣にちょっとこれ気になりました。これすごくないですか。焼き芋が丸々入ったサンドイッチ。これぞまさに萌え断。黄金色の焼き芋が丸々入ったデザートサンドは店のオープンに合わせスタッフが考案した自慢の味で、サンドイッチ目当てのお客さんも多いそうです。クリームの甘さがそんなに強くないので焼き芋の甘みが引き立ちます。ここ3回目ですごく美味しくて何回もリピートさせてもらってるんですけど、うち犬飼ってるんですけど、犬もここの焼き芋すごく大好きで、本当に美味しいんですよ。大好きで。オープンから1ヶ月、すでに多くのファンがいる蔵一の焼き芋。焼き芋の甘みと弾力を楽しめる干し芋や、濃厚なさつまいもペーストを合わせたプリン。冷やすことでさらに甘みを引き出した冷やし焼き芋などメニューもバラエティ豊か。1年を通して焼き芋を美味しく味わってもらいたいとお店の意気込みが感じられます。冬はまあ基本熱々のまあお芋を求める方多いと思うんですけど、まあ、これからの時期はまあお芋を使ってかき氷とかまあシェイク焼き芋シェイクとかをまああの販売していこうと思います。